こんにちは、ママ向けアクセサリーレスブリスのゆかりんです。今日は私のおすすめの下着を紹介していきたいと思います。まあ、下着のことってママ友とかにもね、どんな下着使ってるのとか、なかなかまあ聞きづらいというか、そういう話題にもね、なかなかならないんですけど、まあ着け心地が良くって可愛い下着ってどんなのなのかなって結構ね思ったりするんですよ。で、私が今回用意したのが、もう毎回リピートしてすごい溺愛してる、まあ、これは間違いないっていう下着をご紹介したいと思います。普段はこんな感じで、まあ、ファッション系の動画とか、自分の好きな食べ物とか飲み物を紹介するような動画を撮ってるので、よかったらチャンネル登録ぜひお願いします。それではスタート。今日私のおすすめの下着を紹介していきたいと思います。まあ、下着のことはね、なかなかね人に聞けないなっていうところでもあるんですけど、私が何回もリピートしてる下着を実際買ったものね、新しいものがあるので、ちょっとそれを見せながらおすすめポイントなんかをね語っていきたいと思います。はい、まずね、私がね一番好きな下着のブランドはピーチジョンです。まあ持ってる下着のほとんどがピーチジョーンがすごい多いですね。まあ好きな理由はですね、デザインが可愛いっていうのもあるし、まあ、お手頃価格っていうのもあるんですけど、まあ、着け心地がねすごい良かったり楽ちんだったりするので、結構同じものをリピートして買ってることが多いです。まあ、ただね、ピーチジョーンでも私いろんなものを買ってきてるんですけど、まあ、その中でもこれはリピートしないなっていうのもあるし、今回みたいに2回も3回もリピートするなっていうものもあるので、もう絶対間違いなく私が気に入ってるものを今日は持ってきてます。じゃあ気に入ってる順に紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず一番気に入ってるものから紹介していきます。こちらです。これはピーチジョーンのいつでもジャストブラミルキーグリー3280円です。これがですね、最近私が一番気に入ってるダントツでナンバーワンのブラですね。これはもう色違いでリピートしてて、これで3つ目になります。まあ、ちょっと濃いめの色を持ってたので、今回ね淡めのミルキーグリーンにしてみました。ちょっとね夏らしくて可愛い色かなと思います。これどこがいいかっていうと、もうねこの素材のもっちり感がすごいんですよ。もう今までのブラとは考えられないぐらい、まあ、ちょっと低反発っぽい感じの、こうなんかもうもっちりしてるんですね。それがすごくつけてて、もうつけ心地がめちゃくちゃいいんですよ。で、あとこれワイヤーがね入ってないので、私も本当ねワイヤーなしのものしか最近つけないんですけど、ワイヤーが入ってないから痛くないんだけど、まあ、しっかり形がねアンダーもホールドされるので、まあワイヤーなしなんだけどすごい形が綺麗っていうのも、もうめちゃくちゃ気に入ってます。で、このねストレッチ性のあるパッドっていうのが入っていて、まあ胸のサイズがね左右違う人でもかなりこう胸に合わせてねぴったりねホールドしてくれるので、私もちょっとね左右差あるんですけど、これちょっとすごいぴったりホールドしてくれて、なんか盛りすぎない程度に持ってくれるので、本当にねこれ着た時は T シャツとか着てもこう胸の形がすごい綺麗に出るし、まあ、あと着け心地がほんといいので、もうつけてて全くストレスがないんですね。だから夕方になってちょっとこの辺ね跡がついちゃってるなっていう、体にね跡がついてる圧迫感とかも全然ないし、もう本当につけ心地がいいブラジャーでめちゃくちゃおすすめです。ショーツはこういうセットで同じデザインのものを買いました。まあ、これもね後ろすごい締め付けがゴムの締め付けとかがなくって、すごい履きやすいです。で、私は結構このブラとショーツセットで買うときに、まあ、ショーツの方がね痛みが早いので、まあ、ショーツの方2枚買ったりとか、まあ、あとからショーツだけちょっと傷んできたら買い足したりとかすることが多いんですけど、まあ、そういう意味でもねピーチジョーンは結構長く定番のものをねずっと扱ってるので、こう商品がなくなっちゃったっていうことが結構少ないので、まあ、後からねショーツだけ買い足すっていうのもできるのもすごいピーチジョーンでね気に入ってるところです。あとピーチジョーンでいいのは返品がねすごい楽なんですよ。で、まあブラジャーとかってかなりねサイズにシビアなものだと思うんですけど、なので、まあ、同じ例えば B75 とかでも、まあ、商品によってねサイズ感がちょっと違ってきたりとかするんですよ。なので、まあ、家で試着をして
ちょっとサイズが合わないなって思ったら、まあちょっとね、書類メモ書きを書いて、で返送するだけで、まあ、新しいサイズのものはね送られてくるので、まあ、その辺のね交換のスムーズにできるところも、まあ、ピーチジョンすごい気に入ってます。まあ、下着を買うのにとってもね、下着の通販ですごいねサイズ交換ね大事だと思うので、まあ、ピーチジョンそういう意味でもすごいおすすめできます。はい、じゃあ次のおすすめはこちら、はい、ユニクロです。ユニクロのワイヤレスブラビューティーライト2020年モデル、カーキ1990円です。これはですね、エアリズムのシリーズのアンダーウェアです。もうこれもですね、私同じのを2つ持ってて、これ3つ目のリピート買いになります。もうこれとにかく軽くて肌触りが良くて、もう本当にねつけてる感じがしなくて本当におすすめなんですよ。で、まあレースとかがねついてないので、まあちょっとピーチジョンの可愛いデコラティブな感じのものとはまあかなり変わって、まあ実用性、まあ快適さ重視っていう感じにはなっちゃうんですけど、まあ、レースとかがねついてないから、まあ、薄手の服とかにも響かないし、薄いね T シャツとかユニクロ用のこう無地の T シャツとかを着た時でも響かないので、まあ、すごく便利な下着になってます。で、まあ、透けにくいけどちょっと今回ねおしゃれな色のカーキにしてみましたけど、まあ、結構ねベージュに近い感じなので、本当に透けずにいろいろ服の色を気にせずに透けれるカラーになってます。まあ、とにかくこれは本当にね着け心地がいいので、まあ一日つけててすごい疲れちゃうっていうこともないですし、もうまあもちろんねワイヤーが入ってないタイプなので、もう本当に肌当たりもこの辺とかもねすごい薄くて、肌当たりもめちゃくちゃいいので、まあかなりストレスがない下着になってます。でショーツも同じものシリーズで買ってます。これもエアリズムですね。エアリズムウルトラシームレスショーツヒップハンガーカーキ590円です。まあ、これをまあセットで買うとすごいいいと思います。まあ、これ後ろもねゴムが入ってないので、あのパンツとか結構ピタピタの、ね、スカートとか履いた時でもラインが出ないので、切りっぱなしの感じになってるので、まあ、履き心地もいいし、こうラインも出ないのですごいおすすめです。これはいろんな色を持ってると便利じゃないかなと思います。で、今回私これで3つ目なんですけれども、いろいろねあのこのシリーズがねちょっと何種類かあって、ネットで買う時にどれを買ったらいいのかちょっとね悩んじゃったんですけど、私はビューティーライトの2020年モデルっていうのを買いました。まあこれはすごいいいと思います。2020年モデルじゃないものとかね、いろいろビューティーライト以外にもね 2,3 種類あるので、まあ、もし気になった方はぜひビューティーライト2020年モデルっていうのを買ってみてください。はい、じゃあ3つ目のおすすめはこちらです。こちらもまたピーチジョンですね。ピーチジョン大好きですね。谷間見せないレーシーストラップレスブラ2480円です。まあ、これはねその名の通り、谷間見せたくない時にこう胸元が開いた感じのワンピースの時とか、まあ、キャミソールの時とかによく使ってます。これね本当にこのここの部分がこうまっすぐになってて、こう谷間が見えないようにしっかりゴムが入ってるので、ここがピローンってならないようになってるんですよね。なので胸元が開いた服の時はすごくいいです。であとこのストラップレスブラなんですけれども、ね、このストラップがついてない肩紐がないものですね。私結構このねピーチジョンの中でもいろいろこのね肩紐がついてないブラを試してきたんですけど、結構ね下がってきやすくって、こういうタイプのものって、まあ、肩紐がないからねしょうがないんですけど、下がってきやすくって、下がってくると、まあ、ちょっとバストが下がって見えてスタイルが悪く見えてしまうので、あんまり好きじゃなかったんですね。ただ結構こうバックシャンの背中が空いてるものとか、まあ、肩がね見えてるものとかお洋服が増えてきてるので、そういうの着た時に、ね、紐が出てるとちょっとねあれなので、ストラップレスのものは絶対持ってた方がいいんですけど、これはですねかなりずれ出ない。このぐらいホックが4段ホックが3列ついてるんですね。で普通のブラよりもここのこう部分が太いので、かなりしっかりホールドされて、まあ、金具もいっぱいついてるので、これはねずり下がらないです。で夕方になっても結構ずり下がらずにそのままね
こうきちんと胸を高い位置でキープして見せてくれるので、まあ、本当にあのストラップレスブラの中ではかなり私は優秀なんじゃないかなと思って、まあ、リピートですね。これもちょっと濃いめの色を持ってたので、まあ、今回白を追加で買いました。ただですね、まあ、結構こうホールド感があるのでちょっとねしょうがない部分もあるんですけど、結構かなりきつめにホールドするので、まあ、夕方になるとちょっと跡がついてるなとかちょっと痛いなっていう時はあります。ただそれぐらいしっかりとホールドしてくれるブラなので、まあ、安心してつけられるストラップレスブラっていう感じで、まあ、私的にはナンバーワンかなと思います。でショーツもまあ同じねシンプルなものなんですけども、同じ種類で揃えることができます。これは、谷間見せないレジマッチングパンティ980円ですね。まあシンプルですごい使いやすいショーツになってます。で4つ目のおすすめはこちらです。これまたピーチジョンですね。ピーチジョンのクーリッシュエールノンワイヤーブラ3480円です。これはですね、実はあの唯一ちょっと今回リピート品ではなくって初めて買ったもので、まだね試着しかしてないので実際使ってないんですけど、まあ、試着した感じですごい良さそうだったのでちょっと一緒にね紹介してみたいと思います。まあ、これはまあその名の通りちょっと夏用の素材で、これねクーリッシュって書いてあるんですけど、夏用の素材で、まあ、すごくこの辺とかもね涼しい感じになってるんですよ。でもここもね実際メッシュみたいな感じですごい素材がねサラッとしてるんですね。多分こう汗をかいてもサラッとね受け止めてくれるんじゃないかなっていう感じの本当に夏向けな素材になっていて、でこれもねワイヤーなしなんですよ。なので、まあ、ワイヤーなしなのでこう痛くならないし、もう本当にね最近はねワイヤーなしのものしかもうつけられないですね。痛くなるのが嫌なので。だけど結構ねここ固めにできてて形もしっかりホールドしてくれる感じですね。ただねちょっと作りが細めなので、まあ胸にボリュームがある方はちょっと向いてないかなっていう感じです。まあ私はちょうどいいかなっていう感じはします。で結構パッドがね厚めに入ってるので、あんまりそういうのが好きじゃないっていう方にはちょっと向いてないかもしれないですけど、まあ胸をね綺麗に見せてくれるような形ではあると思います。でデザインもねちょっと可愛いので、ねドットが透けてる感じがすごい女子っぽくて可愛くないですか。あのピーチジョーン大好きなんですけど、あのピーチジョーンのお姉さんブランドのサロンっていう方も結構ねもっとねさらにデザインがこうセクシーで女性らしいものが多くて、まあサロンのもの結構こういうね透けてる感じとかドットとかレースが素敵なものが多いので、まあ、サロンの方も私使うことが多いんですけど、まあ、これデザイン的にもすごい大人っぽくて上品でね可愛いんじゃないかなと思います。でショーツもお揃いのクーリッシュエールパンティ1480円を買いました。まあ、これもねこの足の付け根の部分にゴムが入ってなくてすごい履きやすそうな感じです。でボトムスにも響かないし夏も涼しく履ける素材になっていると思います。はい、以上が私のこの夏の、まあ、夏のというか定番でねおすすめできる下着4つご紹介しました。まあ、ピーチジョンの下着はねいいものがどんどんね定番になってずっと残っていて、たくさんね種類があるので、まあ、ぜひぜひホームページとか見てみてください。まあ、私のねおすすめしたもの以外にもたくさんね可愛いものあって、結構ねつけ心地がいいものが多いので、まあいろいろ試してみて自分が好きなものを、まあ、色違いでねリピートしていったりとかするといいと思います。まあ、あとユニクロはねもう間違いないので、この夏ねエアリズムの素材はすごいいいと思うので、まあ、これもぜひぜひ使ってみてください。いつもこんな感じでファッションの動画とか自分の好きなものを動画でアップしています。私ネットショップをやっていて、ママ向けアクセサリーのネットショップをやってるので、よかったらショップの方にも遊びに来ていただけると嬉しいです。概要欄に URL を貼っておきます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。